はい、どうもこんにちは。今回はですね、断熱部品量ってやつを扱っていきたいと思います。まあね、結構内容がマニアックなんだけども、まあ、そのマニアックながらに物理を進んで勉強していくとね、まあ、いろんなところでね、ちらほら顔を見かけるやつなので、これを機にね、しっかり学んでもらえたらなと思います。ん？断熱部品量ぐらい知ってるって言ってみ。僕はサクランボが食べれないから、最初から最後までサクランボの数が不変ですって。いや、ファボゼのボケすんな。まあ、それあれだろ、あんみつ不変量だろ。しかもなんかまあ変わった場合の。本当にね、声ずれでのボケするやつね、大学生活心配なんだよね。大丈夫？なんか有意義な休日とか送ってる？え？休日は蝶ネクタイとメガネかけてコナンごっこして遊んでるって？じゃあ俺と一緒だね。はい、こうやってね、まあね、ボケが迷宮入りしたところでね、続きやっていきたいと思います。じゃあまずこの断熱不変量ってどういうものかっていうのを書いていきましょう。はい、これ断熱不変量とは、外部パラメータをゆっくり変化させた時に不変に保たれる物理量のこと。一番大事なのはここ、外部パラメータをゆっくり変化、そしてこのゆっくりに注目と。例えば外部パラメーターっていうのは、例えば何か電場とか磁場とかの外場だったりとか、あとはまあピストンをこうやって押すとかっていう時のこの押し具合とかの押し具合、この押した距離とかはまあ外部パラメーターってやつね。そいつをまあゆっくり変化させた時に、まあ変わらないもの、不変に保たれるものが、断熱不変量ってやつです。これを聞いた時にね、まあ疑問に思うのが、あれ？断熱とか言ってる割には熱って言葉は入ってないじゃんと思うよね。まあね、基本的には実はですね、断熱不変量、熱は関係ありません。まあ、特にこの断熱とかっていうと、熱力学の断熱過程とか浮かぶんだけども、それとはね、全く関係ないと思ってもらって大丈夫です。まあ、それはなんかまあ、歴史的な経緯があって、こういう混乱する名前がついてるんだけども、大事なのは、断熱不変量っていうのはこうやって定義されるものだと思ってほしい。外部パラメーターをゆっくり変化させた時に不変に保たれる物理量と。なので、まあ、こうね、断熱不変量と呼ぶよりかは、個人的には、その外部パラメーターをゆっくり変化っていうのは、熱力学で言ったらね、その純静的過程に近いので、これをまあね、こう呼ぶんじゃなくてこう呼んだ方がいいんじゃないかって思ってる。純静的不変量と。これもちろんなんだろう、コンセンサスの取れた物理用語じゃないので、まあ、あんまり友達とかにいっぱい使わないでほしいんだけども、この授業の中でも、まあ、少なくともこの授業を受講した人はね、こういうイメージを持ってほしいってこと。混乱しないバイタクミでつけてこい。俺の名前です。純静的不変量って、まあ、考えの方が健全かなと思います。まあ、そしてね、この断熱不変量ってやつを、まあ、考えるメリットが分かんないとね、なかなか勉強する気がないと思うので、こいつが何と関連するかって話をしていきましょう。何と関連するか、それは大きくこの3つがあります。1つが可解性。まあ、可解性っていうのは、いわゆるその物理の形が解ける問題なのか解ける問題なのかっていうのを、まあ、握ってるのが、まあ、可解性ってやつで、まあ、どこで、ね、活躍するかっていうと、プラズマ物理学っていう、まあ、分野だとね、この断熱不変量っていうのが可解性にすごく絡んで、まあ、可解性には絡んでるんだけど、可解性に絡むことによって、まあ、その物理、プラズマ物理の問題が簡単に解けたりするっていうのが、まあ、よくある例になってます。まあ、とりあえずね、断熱不変量っていうのは、まあ、可解性に関わってくると。まあね、断熱不変量以外にも、その保存する量とかってね、よくね、可解性に関わるので、まあ、解析力学とか勉強した人はね、このイメージがね、少し湧きやすいかなと思います。他に何があるかっていうと、それが、経緯の安定性と。まあ、要するに、その今考えている物理系が、まあ、安定なのか、安定じゃないのか、不安定なのかっていうのを判断する材料にもなったりする。最後にね、少し、まあ、この上の2つとは、毛並みが違うけども、こういうのもある。前期量子論との関わりもあると。まあ、前期量子論って、要するにまあ量子力学ができる前の、まあすごく、苦悩してる時代のことを前期、苦悩してる時代の量子力学のことをまあ前期量子論って言うんだけども、まあ、その時にね、量子の物理学どうやって作ろうかって時に、この断熱不変量をもとにね、考えられたって経緯があるので、まあその歴史順序で大事にする量子力学の教科書とかでは、まあたまに出てくることが、前期量子論との関わりが、この断熱不変量との。いいでしょうか。まあね、こんな風な3つの、大きく分けて3つのね、まあ関連テーマっていうか、まあ、重要なテーマがあるんだけども、これね、一個一個すごく重い話なので、ここではね、特別深入りはしません。とりあえず勉強するモチベーションとして、まあ、こんな風なものに関わってくるんだと。今後こういうのに出会ったら、まあ今回こういうところにね、戻ってこようかなと思ってもらえたらいいなと思います。今回はまあ断熱不変量ってね、まあ物理の分野いろんなところで現れるって言ったんだけども、今回はですね、その古典力学の中にある断熱不変量に注目して、断熱不変量のイメージを持ってもらえたらなと思います。
じゃあ早速具体例やっていきましょう。じゃあ具体例として円錐振り子を考えてみましょう。円錐振り子ってこういうようなやつね。例えば天井にこういうまあ隙間があって、ここから糸を垂らすと。で、こう支点にして、ぐるぐる回ってる。ぐるぐる？くるぐる回ってる。こんな風な感じで。で、今この場所から、重りの場所までの長さが L としようか。はい。で、質量が M だとしよう、この小球の。で、この、中心とこの球がある場所の長さ、半径が R にしましょう。はい。こんな風な設定を考える。で、まあ、角速度も多いところは文字を。ぐるぐる回ってる角速度をオメガにしようか。はい。オメガにしときます。こういうのを考えます。これが、まあ、円錐振り子ってやつ。で、今回の K で、外部パラメータって何かっていうと、外部パラメータは、このさ、紐がこうやって垂れ下がってるっていうの。繋がってるんだね、ここからね。だから、これを引っ張ることによって、何が変えられるかっていうと、L が変わるよね。だから、今回は L が外部パラメータ。この引っ張れることとセットで外部パラメータって考える。外部パラって書いておこう。これが外部パラメータ。L を変えられるってことね、外から。これを今回ゆっくり変化させる状況を考えるわけだ。まあ実際には長くする状況というよりかは今回じゃあ引っ張る例を想像しようか。少しずつゆっくりゆっくりゆっくり引っ張る。その時にこの物理系に対して何か不変に保たれますって言ってるんだね。それを考えていきましょう。じゃあね、まあ、何事も力学のスタート地点はまあ運動方程式なので、運動方程式を考えてみたいと思います。では、運動方程式。まず最初に、まあ、円運動なので、まず加速度が r オメガ2乗だね。質量が m で r オメガ2乗だから、mr オメガ2乗イコール。で、あとは中心に引っ張る力をこれ、右辺に書けばいいので、考えましょう。これ今回、この衝撃にかかってる力は2種類だけだよね。2種類って言いながら指1本しか立ってなかった。2種類だけだね。何があるかっていうと、まずは重力。mg。あとは張力。t と。これで考えていくと。要するに、中心に引っ張る力っていうのは、この t の、よいしょ。ここが、θ だとしたら、ここも θ だから、やべ、文字が重なった。ここも θ だから、t の sinθ が、今回中心に向かう力だよね。だからこの成分が知りたいと。こいつこいつ。これが t の sinθ。まあ普通ね、この張力 t 未知数なので t は何か他の文字で表現しなきゃいけないと。っていうのを考えていきましょう。だから t sinθ 書きたいんだけど t 使いたくないから t 求めようか。それはこの鉛直方向の釣り合いが出るよね。まず最初に考えるのが、ちょっとここに過去動詞使ってよ。力の釣り合い鉛直方向の。t のコサインシータだね。例えば、コサインシータ、イコール mg と。これが、釣り合ってる。だから、t っていうのが、コサインシータ分の mg だと分かると。はい。よって、今知りたい t サインシータっていうのは、これにサインシータかけたやつだから、タンジェント出てくるね。mg タンジェントシータ。はい。提出完了と。この物理の、物理系から、こんなことが分かると。なので、今回これを使っていきましょう。イコール mg タンジェントシータ。はい。で、今回はこの角速度に注目してみましょう。角速度イコールの式にします。m が消えて、r で払って、平方根を取るので、今、オメガ正として、オメガイコール、ルートの、r 分の g タンジェントシータ。こうなるよね。で、今回この R っていうのは別の文字で表せるよね。L の sinθ に等しいので、こいつが、L sinθ。なので、これよく見て、タンジェント θ ってコサイン分のサインだから、サインが消えてコサインだけ分母に残るよね。だから、イコールの、よいしょ。L sinθ 代入して sinθ 消えてコサインだけ残るから、L のコサイン θ 分の、G だけだね。こんな風になります。で、今回ちょっとね、設定に、ある条件加えましょう。今回このシーターの振れ角小さいってことにしましょう。十分小さい。小さい。なので、まあ、近似が使えると思ってください。シーターが十分小さいとき、どんな近似が使えるか覚えてるよね。コサインシーターがニアリーイコール1っていうのがあります。だから、これ近似することの、これを1だと近似しましょう。
ニョロニョロにしようか。ニョロニョロ1と、シータが十分小さい時、コサイン下を1と記入できるので、1にしてあげて、ルートの L 分の G ということになります。だから角速度、オメガっていうのは、こうやって糸の長さ、ここからのこの長さと、あとは重量加速度で表せるということがまあ分かるわけだ。じゃあ実際に今回は何するかっていうと、外部パラメータをゆっくり変化させる状況を考えるから、L を少し変えていこうか。つまり L を少し短くする、こっちに引っ張る操作を考えていきましょう。じゃあ紐の長さを、L 引くデルタ L に変化させましょう。まあ、つまりこれデルタ L が正の場合で考えてね。デルタ L 正ってことは、まあ紐が短くなったってことで、つまりこうやってデルタ L だけ引っ張ってるって思ってほしい。ちょっと変えとこうか。はい。で、紐が短くなったケースを考えてください。紐の長さを L 引くデルタ L に変化させるとどうなるかっていうのを考えるんだけど、何が変化するのを考えるかって言ったら、今さっき出した角速度がどうなるかを考えましょう。オメガが変化するはずだから、その変化量をデルタオメガってこうか、プラスデルタオメガと置いてあげる。はい、これがどうなるかを考える。まあ、もちろんね、どうなるかっていうのは、この L に L 引くデルタ L を突っ込んだものが角速度の新しい角速度なわけだから、代入した結果を考えましょう。ルートのこうだよね、分母 L でくくってあげましょう。そうするとこうなる。で、L と G のルートだけちょっと前に出しておきましょう。そうすると、こうなって、このカッコの部分、分母にあるこのルートのカッコの部分を指数の形で書いたらこうだよね。分母にあるルートだから、マイナス2分の1乗だよね。ここまでいいでしょうか。そして、ここから何やるかっていうと、近似を使います。どんな近似使うかっていうと、今、L の長さに対して、まあ、今これゆっくり変化させるって言ってるから、ちょっとしか変化しないと思って、デルタ L がすごく小さい。だから元々の長さに比べてこの変化量十分に小さいから、 L 分のデルタ L すごく小さいよね。で、この1、まあ言ったらプラスなんとかの時に使える近似だったよね。何かっていうと、ここからこれ何やるか、これの高校でもあったよね。まあその理由がテイラー展開でわかるやつ。1プラス Xα 乗っていうのは、 X が十分小さい時に1プラス αx になるってやつを使いましょう。そうするとこんな風だね。マイナスの2分の1乗が降りてくるからプラスになって 2L 分のデルタ L って形になりますよと。ここまでいいでしょうか。そしてルートの L 分の G ってのは、さっきやった L を変化させる前の角速度そのものだから、オメガで置き換えましょう。これはオメガと、よって何が言えるかっていうと、よってこれわざとこの形に揃えるためにオメガでくくった形で書こうか。オメガでくくると、これが左辺で、右辺がこうだよね。で、今同じ部分がたくさんあるね。オメガも同じで、1プラスのこの1も同じだから、何が同じかっていうと、この変化量の比の部分でしょ。だから点点点、はい、今近似の部分をイコールで結んじゃうと、こうやってオメガ分のデルタオメガイコール 2L 分のデルタ L と、まあ、つまり角速度と紐の長さのこの変化量の比がこんな風な関係で、こんな風な関係を満たしますよって言ってます。まあ、だからここから読み取れるね、簡単な事実としては、要するにデルタ L が正な時、つまり紐を縮めた時に、デルタオメガもこれ必ず正になるわけだから、紐を縮めると角速度速くなりますっていうのが、まあ一番簡単に読み取れる内容としては一つあるよね。紐を縮める、つまりデルタ L が正だとデルタオメガも正と、でその変化量の比っていうのはこういうふうな関係で結ばれているというのを教えてくれているわけです。まだね、もちろんね、これだと断熱不変量って話になってないので、ここからさらにね、まだ別のものについて考えていきましょう。じゃあまた紐を引き上げる過程において、紐を引き上げる過程で小級にトルクは加えてないよね。まあ、つまりそのどっち方向に回転させやすくするとかって力は加えてないので、それを書きましょう。だから核運動量が保存するはずだよね。トルク加えてないってことは、核運動量の値を L とすると、 L イコール何になるか、それは、直行する場合だったらその半径 R と、あとは運動量 MV なんだけども、 V が今回 R オメガだから、MR 事乗オメガと、これ力学のまあ基本で大丈夫だね。核運動量はこんな風になるんだけども、今回これを近似したものを使おうか。ニョロニョロと、これがどうなるかっていうと、これになる。
ML 二乗シータ二乗オメガと何が起きたかというと R のこれ近似使ってる R っていうのは L サインシータだったからこれシータが十分小さい場合考えてるんだからサインシータはシータに近似できたよね。はい、これを使ってます。この近似使ってるだから今核運動量は ML 二乗シータ二乗オメガで考えても良いと、こいつは保存するはずだよね。だからどうなるかっていうと今デルタ L だけ引き上げた時の変化後の核運動量と、引き上げる前の変化前の核運動量イコールで結んであげましょう。そうするとこうなるよね。 M の L の変化後のやつ θ もこれ変化するはずだから変化量デルタ θ っておいてここに代入してみた θ プラスデルタ θ の2乗でオメガプラスデルタオメガの変化と。で元々の核運動量は元々の長さ、振れ角、角速度だったから ML2 乗、θ2 乗、ω のまんまね。これがイコールで結ばれるはずと。少しね、これ整理しましょう。両辺、この値で割ろうか。ML2 乗、θ2 乗、ω で割ると、こうなるよね。今 L の2乗で割ってるから、2乗同士だから1乗で括弧の中に入る。だから 1-L 分のデルタ L と。シータも同じように2乗2乗で割り算するから2乗は置いといて1乗で中に入って割り算すると。だから1たすシータ分のデルタシータ、オメガはそのままオメガで割ってるから普通に1プラスオメガ分のデルタオメガと。で右辺はそのままの数で割ったんだから1になるよね。こんな風になります。じゃあ計算の続きこちらでいきましょう。じゃあこいつの左辺をちょっと変形しましょう。左辺これ今回またこれ変化量比になってね、L 分のデルタ L とかシータ分のデルタシータとかオメガ分のデルタオメガ、今回デルタ L がすごく小さいので他の変化量デルタシータとかデルタオメガも十分小さいと考えてもいいでしょう。だからさっき使ったタイプの近似をやります。1に比べて十分小さい、1に比べて十分小さい、1に比べて十分小さい時に使える近似、最後はマックしないか、この2つを近似しましょう。この2を下ろすんだね。それを使います。だからニョロニョロさっきこうなるね。で今デルタ L とかデルタ θ とデルタ ω のこの変化量の1次の項まで残してるから今からこれ展開して出てくる2次の項も全て無視します。つまりこっからデルタ L とかデルタ θ とかの微小量の2乗の部分は全部無視すると何が残るかっていったらこれだけ残るよね。はい、こうなります。じゃあこの式にちょっと番号つけておこう。番号っていうか名前つけておいてこうやってよってあの式どうなるかっていうと、これと、これがイコールで結ばれてるわけだから、これとあれ、イコール1ってことね、これが。1の部分が消えるから、どうなるかっていうと、こうだね。はい。こうでしょうと。で、今、まあね、変化量3つあって分かりにくいんだけども、実は、この、角速度の変化量って、紐の長さの変化量でかけたよね。何だったかっていうと、さっきやったように、これは、2L 分のデルタ L に等しかった。これを踏まえてですね、ちょっとやってみましょう。そうすると、これちょっと先に書こうか。これイコールどうなるかっていうと、まず左辺でじゃあこの L の部分計算しようか、L。これが、マイナス2分の4なので、これと計算するとマイナス2分の3。移行するとプラスだから、こうなるよね。こんな風に次は紐の長さと、あとはこの振れ角シーターの変化量の比が分かったよということになります。はい、だからまあここから読み取れる一番簡単なこと何かっていうと紐を小さくする、つまりデルタ L が正だとデルタシータも正、つまり振れ角は大きくなるんだね、まあ、直感的に分かるかなと思います。こうやってぐるぐる回ってる時に紐を小さくすると振れ角が上がると言ってんだね。角速度もだから速くなって振れ角も大きくなるってことが、まあ、今までで読み取れたわけです。じゃあねまだまだねその保存量じゃないわ、不変量のところまで行ってないのでさらに解析続けましょう。ここで運動エネルギーについて考えましょう。運動エネルギーの K どうやってかけるかって言ったらもちろん2分の 1MV2 乗なので K イコールこうだよね。で今回はまあ絶賛回転運動中なので V は R オメガとかけるとイコールこうなるよね。で今 R とかこのオメガの部分に分かっているものを代入しちゃいましょう。 R っていうのはこれは L のサインシータだったからこれ近似使うと L シータだったよね。で、オメガってのはもうこれも分かっていて、近似的に L 分の G だと分かってる。
これ代入するとどうなるかっていうのを冷静に考えましょう。代入するとイコール2分の MGL シータの2乗になるよね。いいでしょうか。1つの L っていうのはこれ2乗出てくるけども、ここの L と聞けるからね、 L の1乗と、だからまあ1次だけ MGL のシータ2乗が分子に来ることになります。ここで変化を考えると、さらにその変化を考えると、今これ考えてるのはあくまでその変化させる前、外部パラメータを変化させる前の状態だから、ここから変化させてからの運動エネルギーの値を K プラスデルタ K としましょう。つまり変化分を全てデルタ K に押し付ける。そうすると K 分のデルタ K イコール変化してるやつらをどんどん変化分代入していけばいいと、イコールこうだよね。これが変化後の運動エネルギーと、で両辺これ K で割り算しましょう。そうするとよって K で割ったから 1+K 分のデルタ K が今左辺、右辺何になるかっていうと、 K で割るというのはつまりこれ2分の MGL シータ2乗で割ることになるから、この部分とか消えるね、2とか MG とかで、 L で割るからこれ括弧の中身割り算されて、シータの2乗で割るから2乗2乗でも同じだから括弧の中身がシータで割れると。だから結果的にどうなるかっていうと、こうなるでしょうと。今またねこの部分の形でできてね、1プラス小さい量の2乗で出てきてるから、近似しましょう。ニョロニョロと。そうすると最初の部分は変えずにここだけ近似を行う、こうなりますよということになります。そして、注目するのはここ2のシータ分のデルタシータって何と同じなんだっけ。さっきちょうどこれ求めたね、何かあったら2分の 3L 分のデルタ L で、全部 L の変化に押し付けられるね、この式を。だから代入すべきは2分の3の L 分のデルタ L と。じゃあこれの計算こっち続きいきましょう。じゃあこの式の右辺を展開しましょう。そうすると左辺はそのまま1プラス K 分のデルタ K、 そして展開するときに全部展開しようとすると必ずデルタ L の2乗のこと出てくるね。ミショールの2乗は無視してるので、今それだけ除いて書いたらこうなる。はい、あとはこれ計算できるね、 L 分のデルタ L っていうのが同じなので計算するとイコール、はい、1プラス 2L 分のデルタ L と。ここでさらにですね、最初にやったようにこの L の変化っていうのはちょうどイコールオメガ分のデルタオメガっていう角速度の変化量の比に等しかったよね。だからこれどうなるかっていうと、これ左辺と右辺見てあげたらよって、今、単純にイコールで結んでやったらこうなるよね。 K 分のデルタ K イコールオメガ分のデルタオメガと。ここで、まあね、今はイメージしやすいようにその微小量デルタ K とかデルタオメガってやつだけども、無限小まで小さくしましょう。つまりデルタ K を文字にならない D のラージ K、 あとはデルタオメガを D オメガとして両辺を積分しましょう。これもどうなるか分かるよね。 K 分の DK とか、つまり K 分の1の積分と、あとはオメガ分の1の積分だよね。ちょっとここに書こうか、分かんない人のためにちょっとだけ、メモ書きで書きます。メモ書きで、つまりこういうことね、両辺積分するってのは。だからまあログになることは分かると思います。なので、不定積分なのでね、しっかりこうやって積分定数をつければログの K イコールロメオ、ロメオって誰だ、ロメオ、ジュリエット、ロメオ、ログ K イコールログオメガプラスの C とことになると。さらにこれをログオメガを左辺に移行してログの引き算割り算になるから、ログの、オメガ分の K イコール C と、こういうふうになるよね。でここからもう分かるのが以上より、これはオメガ分の K イコール、これ E の C 乗ってことだよね。はい、そして E の C 乗ってのはもちろんこれは定数だよね。だからこれは断熱不変量ってやつだね。はい、今回の授業の言葉で言うと純正的不変量、純正的に外部パラメーターを動かしたところでこのオメガ分の K って値は保存しますよ、変わりませんって言ってんだね。オメガ分の K がいつも定数になるって言ってるからね。これかなり非自明だよね。だってまあ例えば紐を短くしたら運動エネルギーは保存しないだろうね。だってまあさっきも言ったように角速度とか速くなるから
振れ角も大きくなるし角速度も速くなるから運動エネルギーが大きくなりそうなんだけども、ちょうどそれをオメガって角速度で割った値が入ってくると、これ両者の比が一定になる、まあ、つまり K が上がってもその分だけオメガが上がるから、一定保たれ、不変に保たれるわけでね、っていうまあね面白いひじめな結果が得られたということになります。難しかったけどね、楽しかったでしょうか。それではね、今回の授業これでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業は少しでも面白かった、役に立ったと思った人はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントも、ね、たくさんある方が嬉しいので、分かりやすかったよとかね、楽しかったとかね、ファボゼロの負けすんだとかね、何でもいいのでね、コメントを残していってください。じゃあ次の授業でお会いしましょう。さよなら。